ハロー皆さん、どうも。プロスピ2019ペナント編、阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。んじゃあね、いつも通り出番プレイチャンスになると俺がプレイしていく、よろしくお願いいたします。試合ダイジェスト設定はこんな感じですと。はい、ちょいね、出番プレイ言うてまうな。先発はメッセンジャーで、野手の方は疲れを考慮する必要はないんですが、調子重視打線で今回は行きたいと思います。というか今回から調子重視打線に行きたいと思います。もうまあ日替わり変動やな、開幕からちょっと経ったんでね。はいはいはい、このままでマルテがね、自動的に落とされてもうてるんで、 CB にその設定ちょっと無効にしておきました。はい、そんな設定あったなと思い出したわ。マルテがね、今おらんのよな。で、代わりにナバーロがおるっていう感じ。ソラーテはおらん。まあ、ソラーテはもうパワープロだけやな。アップデートでこれ追加されるん待つしかないって感じよ。で、トレードとかもね、適用はしてないんで、てか、そうやな。まだ、和製オスンファンとかがね、おるんやな。まあでも追ってくれた方がな、中継ぎ陣こうなるから、ええわ。バレンチン、近本、ちょっとずつね、装備品とかも調整はしとるんですよね、阪神以外も。ほんまちょっとずつやけどな。もうヤクルトも一応装備品、応援歌だけじゃなくて、装備品とかも、リアルのテレビ放送を見ながらね、調整はしておるんですけども、まあ、日によってな、選手やっぱ変わるんでね、仕事ったらごめん。色がなかなかないんよな。肝心の色が。さあ、坊ちゃんスタジアムか。おい。まあもちろん装備品を調整したら言うてもね、スタメンの選手とかだけですよ。控えの選手はなかなかな、難しいんで、阪神とか。他球団、他球団も。おっと、そんなん言うとる暇ちゃうぞ、3球三振か？申し訳ない。どうでもええことを喋るな。フォーク、132キロな、かっこええ表示。相手打線は、うんこやけどな、調子自体は。うわー、でも村上。王女メッセ、近本あかんか。ブキャナン、うそーん。よし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 、上も。ああ、いや、ほんまつないでくれよるな、福留は。いや、もう坊ちゃんスタジアムとかヤクルトファンなんかおらへんやろな、ほぼ阪神ファンじゃん、おい。ボールちゃう。え、うわーい、うひゃーい、変な声出るわな、その、ドアスライダー今の。で、ちょっとね、僕の声とかぶってるんで、解説とかの人のね、アナウンサーとかの声の人も、オフにしております。ちょっと完全にかぶって、おらー、見てもええかもな。空振り三振、カラさんでーす。すいませんでした。ちょっと待ちすぎた。完全に崩されたな。ナバーロー、ちゃうやん。誰や今の。中村か、バレンティンか。一瞬ね、ナバーロがホームラン打ったんかと思った。ぬか喜び。梅野、いや、ウエポン、帰るん早すぎやろ。メッセ、何しとんねん、これ。もう勝手に帰ってくれ、もう5点差や。もう5点差、また俺が采配する必要あらへん。僕が采配したとてな。メッセかて、負けるために投げとんちゃうと思うねんけどな。にもかかわらず5失点やわ。アホちゃう。Dカーブ、ボールやな、ボールやな、そらそうよ、そらそうで。ああ、絶好球。
三振前のなんとやらちゃうか、これ。大丈夫？いけるか？いけんのじゃん。いけんわ、ほれ、見てみ、月やで、これ。もう、言うた通りやんけ。望月か。もう、ほぼ敗戦勝利みたいな扱いになってモテるな。守備、いやー、なんか守備がおかしなことになってないから、ちょっと確認するわな。いけるな。幽閉、ガチうざいな。うわ。ヨウカはあかん。近本全然あかん。イートちゃんも全然あかん。モーリア。ブギャナンそのまま来よるな。舐めとるやん。舐め腐ってからに。ほんま。うわ、もうひど。打線、6安打、たこ焼き打線でしたわ。チャンスでワインも打てず、そう、やるもこんな表情するわな。かわいさすぎる。切ねえ。ものすごくやるの顔が切ない。ああ。外国人コンビですかね。ブキャナン。ほいで？お隣は？バレンティンか。横浜ファンって今でもバレンティンのこと憎んどるんかい。おう、どうなん？横浜ファンならな、もうバレンティンが何したかは知っとると思うけど、未だに横浜ファンはあのことを根に持っとるんかな。知らんけどな。試合結果。横浜といえばな、ノムスケとも遺恨あるしの、なんかあるよな、ベイスターズ。ノムスケと三島やったら、俺が女だったら絶対ノムスケ選ぶけどな。結局は顔ですよね。オリックスからトレードの申し入れがありました。秋山氏が。お前舐めとんちゃうか、ちょ、バファローズ、それは、これはない。これはガチでない。絶対ありえん。てか、白崎、星260、マジか。秋山とか出せるわけないやん。え、舐めとるやろ、白崎って。いらんわ。拒否。絶対いらん。しかも、関西人でもないしね、白崎って。全然ちゃう。縁もゆかりもないんちゃうか。そこは知らんけどな。俺が白崎マニアだったらね、そこらはちょっと調べとくんやけど、全く知らんから。パンチ力があるなあ、守備、まあ、守備もそんないいイメージないけどな、肩はそこそこありそうな感じやけど。得点チャンスでプレーしない。な、今回はね、ピンチ、失点ピンチで、監督モードでプレーしていきましょう。で、5点差以上ならもうスキップですね。めんどくさい、監督5点差以上は。失点ピンチでのみプレー。で、監督モードでやっていきましょう。で、試合で、先発は西か。西も調子うんこやな。なんでコンディション整えとかんの、こいつら。自分らにといて、ウェポンな、もう速攻変えんといてくれへん。くれへん、ほんま。原口、グッチが絶好調で、木浪があかんので、また北条。ちょっとね、昨日たこ焼きすぎたんで、ちょっと打順をね、変えますか。かなり昨日、たこ焼きやったんで。いや、でもあんま変えるっちゅうてもあれやな。こんなもんお前、どないせえっちゅうんだよわ。どこ変えたらいいか分からへん。で、監督プレイです。はい。ビジター。あれ、これ、OB が導入しとるか、ヤクルトって。あかん。導入してなかったらごめん。導入してへんかもしれんな。ドリーム、おーっと、そっか、ドリームリーグ俺しよったな。まだあれ、1回しかしないドリームリーグ。完全に忘れてました。そうやな、ドリームリーグもあれもせなあかんな。あれおもろいな。FIFA の、なんちゅうの、アルティメットチームみたいな。ウイイレのマスターリーグ。ああいう感じですよ。まだ課金したやつがっていう。課金ゲーなんか知らんけど。さあ、もう神宮。村上はまだ広岡、大田、バレンティン、バーゲー、山崎、なるほど。山崎かな？山崎か。
あの選手、あれよね、関西かどっかの選手のこの2番の、相手の2番な、岡山ちゃうんだな、関西だった気すんねんけどな。指示、ボール先行、ノーアウト2塁、いや、まあ、なんでこんな、もう西よ、お前、こんなんやから勝たれへんねんぞ、な、西も言うほど、めちゃくちゃええピッチングしろわけちゃうからな。なんか知らん、西もな、ランナー要請をし、オッケー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 。ここで青木、ほんま青木だけは許せん。青木だけはガチで許せん。もうこんなん三振狙いやろ。もう全力で三振取りに行ってくれ。采配よ、おら、んー、まあ、お前岩田にしたこと忘れへんからな、阪神ファンは。絶対な、忘れんとき、みんなも。舐めとったらいってまうぞ、踊れがちゅうても。ボール先行、村上やからな。ここはちょっと、さや、おお、采配的中してますね、ここまで。素晴らしい。いや、西、自分用ランナー背負うよな。パワープロでもプロスピでもな。ちょっと勘弁してください。なんかな、能力の割に大したことないねんな、西。エロゲ。久しぶりに見たな、エロゲを。いや、もうひどいな、西。もうメッセンジャーと変わらんやん。太田。で、調子考えたらこんなもん三振狙いでええわ。お調子うんこ。マジいけるやろ、調子うんこやで。おら、調子ゲーやわ、ボゲー。まあ、こっちも調子うんこやけどな。うんこ同士の対決やわ。ズバッと三振、毎度あり。さあ、北条が、あかん。西が自ら塁に出ていく。しかし、ウェポンの起用、全く結果出せず、ウェポン。惜しい。あー無理かー。で、絶好調バレンティンか。4回、しかもこれ、えぐいぞ。どうしようかな。こんなんボール先行やろ。おー、フォアボールでもしゃあないやろ。ゲッツー狙い、申告敬遠。まあ、でもまだ4回やしな。対戦相手が、マジか。バレンティンってどこがあかんの。まあ、とりあえずここやろ。おいー、際どかったな、今。今のはエグかったわ。相手とほぼ同じとこに。狙ったところに。ふう、あと数センチ、数ミリのズレがね、生じてたら、完全に、いっとったね。ツーアウト、ここはもう、相手中村、お調子クソや。三振狙いで。おい、小川さん、勝負早いの。耳打ち早よしてくれ。いや、もうここやろ。さっきとバレンティンと同じコース。はい。はい、三振。はい、三振。残念、無念、また来週、中村さん。完璧でしたね、西。ナイスピッチとは言い難いぞ。完全に俺のおかげやわ。もうちょっとマシなピッチングしてくれ。うわ、北条。あ、もう、ほんまにこれよ。んな、どっちくしょうが。5回でここが勝負。あ、ここが勝負だの。あ、で、太田やしな。調子を考えたら三振狙いやろ。もうこんなつこてきよるんやな。ほな俺も使うわもう。おう、取れる。でも次 P ちゃうの。あー次 P か。これはもう三振、三振狙いやわ。ミートにて白長打狙いとかしてこんやろ。うん、
長打狙いとかピッチャーでしてこないはず。よし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 。西ガッツポいらんぞ。まだ3アウトちゃうねんからな。もうメジャーじゃ、お前、なあ、うん、どつかれるぞ、こんな2アウトでガッツポやしな。で、山田哲、ここでしょ。ここが勝負だ。はい。わー、つこてきよるなあ。ヤクルト、うっとうしい。なんぼほど使ってきよん。こいつら。もうここは勝負だな。ワイがつこたんやから自分らは使うな。投資もう陰謀のここや。はい、三振、バッターアウト。残念でしたね、小川さん。ざま、気持ちええの。いいやん、西と原口のコンビ。さあ点取ったれ。ウェポン、お前ウェポン、ようやく来た。おおおお、え、上の代打おかしいんじゃ。ええ、ちょ待って待って、もう西ええんちゃうかな。な、西調子考えたらもう行かせれんわこれ。ひうわ、全員クソ全員クソやん。あー、どうしようかなこれ。ほんなら八川でええわ。ヨーカワ、ええぞ。岩崎、5点差ついとるから。うわ、もう5点差ついても気楽でと思ったら、やんまに。ちょ、岩崎どないした。リアル岩崎見てみ、全然打たれへんぞおい。いや、こんなここは勝負だよ。矢野自らシャシャリ出てくんな。矢野、今矢野の出番ちゃう。ちょ、カメラアン、これだから頭越したように見えんねん、このパワープロ。パワープロじゃプロスピー全然越してないけど。ウェポン、よし、糸井さん、大山かん、福留。ちょ待って、あ、岩崎そのまま行く、行っちゃってよろしい。ナイス。能見さんが出てきよった。エゴシセンターね、オッケー。絶好調か。コラもいけるやろ。絶好調やしね。全然大丈夫でしょう。バレンティン、ここはもうコーチ派遣やね。絶対点取られたが。取れる。よし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 、完璧完璧完璧。いや、荒木もう三振狙いやね。うわ、これは いかんぞ。フォアボールか。助かった、逆に助かった。これ疲労か、どうやろうな。長打狙いしてくるかな。ツーアウトやし、ボール先行やな。まだ塁一つあるんで。うわ、マジか、ミートに徹しろ。あ、いや、ちょ、ミートに徹しろしてくるかな。いや、長打狙い、いや、どうやろうな。コツ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 。うわー、幽閉長打狙い。はい、気づけば1点差。おい、能見さん絶好調ちゃうんけ。悪い、見ていっ、あー、もう全部外しとるが。
西の勝ち消えんちゃいますの。ほんま中継ぎが全員ゴミ。ジョンソン、ドリス筆頭にな。糸ちゃん、英語し、ウェポン。糸井さん、藤川球児、球児、球児、球児。うわ、守備固めおらん。近本かえんでええて。まともにが山盛れるやつおらへんのやから、高山低すぎんのよな、守備適正。D やってやろうが。あー、まずいぞ、藤川球児。うわー、ショートエラーしたあかんやん。北条、どの辛さか。言わんとくわな。青木や、青木。あっ、西の勝ちが消えた。やった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 、またやった。言うたやん俺な、自分で中継ぎ信用できへんから先発引っ張った方がええて。これですよ、中継ぎ全然信用できへん。ああ誰？中山。ようわからん選手やね。足が速いだけの選手か。パワー C。こんな長打、絶対長打狙いちゃう。な、さよなら狙ってきおるぞ、絶対。ただなぁ、こう、打たせて取れがね、ものすごい地雷な気すんねん。一回してみようか。栄冠モード、うわーミートに徹しろか。やっぱ栄冠ないんで、打たせて取れがね、めちゃくちゃ地雷やったから。バレンティンどう来るか。いや、バレンティン、いや、打たせて取れはちょっともう三振狙い。長打狙いしてくんなよ、バレンティン。長打狙いや！なんでや！でも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 、火の玉ストレートね。球児にはこれがあるんですよ。いや、こら打てまへんわ。142のにな。打てへん。すごい球やで。うーわ、再起か。ちょっとえぐいが、ナイス。ナバーロ、ナイス。北条、全然あかんやん。なんで俺、北条つこたん。もう。望月。山田でバントはないで。もうこいつらね、めちゃくちゃ長打狙いしてきよるん。してきよるんで。いやー、ちょっと打たせて取れ嫌やけどなー。ぶっちゃけ気色悪いよ、これ。見ていけか。まあ、エゴシやから大丈夫だとは思うが、スタート切られ、ワンアウト、ランナー、三塁。で、西田。これはスクイズもあり得るの。ランナー、ほんで上だやろ。まあでもゲームっちゅうこと考えたらしてこんね。絶対これはね、ミートに徹しろをしてくると思うんで、西田なんで。うっそ！はい！じゃんけんによう負ける。たった2択。2分の1の確率負けすぎちゃうか、おい。バーカ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 。んー、まあ、舐めとったらいてまうぞ、ボケ。ん、これもうヒロインとか見せてくれんのやな。ありがてえ。誰もヤクルトのヒロインは見たないわ、ボケが。西の勝ち消してどないしますのん、このチーム。なあ。一緒や、打っても状態とかいうレベルちゃうで、これ。望月、もう、クソ試合もクソ試合やな。監督モードでも全然抑えれへんやん。俺が操作してもな、全然抑えれへんけど、もう監督モードやと余計に打たれおる。ああ。誰が抑えれんねん、これ。
中継ぎがもうみんな酷使されとるし、ほんでごっつい失点しとる。見れる数字なん藤川球児だけやん。かわいそうに西ごめんな。やっぱもう先発引っ張るわ。通算500安打ウェポンな。糸井さんも劣化始まっとるし、早いな、ほんまに。パワープロと同じやんけ。どんだけベテランに厳しいんの。いややわ。あれ終わり終わりちゃうか。まだあるわ、あなたは。試合ダイジェスト設定、もうちょ、監督モードやめましてですね、もうピッチャーの方も私プレイしません。ランナー出たらプレイでは。プレイせん。んーまあ、邪魔くさいわ、この守備条件の方な。全然あかんやん、俺。ランナー出たらワイがプレイして点取ってくわ。ああ、もうそれしか勝つ方法がない。投手、ガルシア。任せた。で、よし、糸ちゃんがまた、うんこ。原口。で、北条。はい、これでいきましょう。で、チームプレイですね。はい、やっていきましょう。はあ、疲れるわ。なあ。ピッチャーいちいち変えるんわいも大層やねん。もう変えさすな。はあ。うわ、7勝9敗で5位。1位は広島。阪神弱い。俺のせいで弱なっとる。村上おらんのか。疲れを考慮して変えられとんかな。スタベンかな。ベンチウォーマーならありがたいな。さあ、もう大山のもう一発しかワイは見てへんぞ。もう未来が見えました。大山がね、一発打つ未来チューンが見えましたわ。大山行きます。大山行きました。完璧ですな、これですね。結局は打ち勝つ野球をテーマにやるしかない。パワープロも、プロスピも。てか、プロスピって言いづらないか？な、めっちゃ言いづらいねんけど、俺。うん、プロスピって。な、タンが絡むような感じになってまうよ。うん、プロ野球スピリティ、プーがな、そもそも言いづらいんかもしれんな、俺。パーピープーペーポ、パーピープーペーポ、パーピープーペーポ、パーピープーペーポ。プロスピ、プロスピ、プロスピ。絶妙な感じで唾液が絡んできよるんかな。だからこれ言いづらいんか、プロスピって。めっちゃ言いづらいわ、ほんま。はい、完璧。やっぱこれよな、まあ、プロスピといえばもう打つしかないんでね。打ち勝つ野球をテーマに。これしかない。もうピッチャーなんてあかん。成長も何も感じられへん。こいつらも、俺も。これピッチャー誰や、山中？これ誰や？山中やな。イケメンか。さあ、ここでチャンス。チャンスの鬼。原口。今シーズンはチャンスで8の2やけどもよ。それでもね、この人は、チャンスでは打ちますよ。ちょっと今のはミートが全然動いてなかったな。な、言うたやろ、原口。でもこれは回れへんな。うん、次の打者にかけるしかない。ナバーロ、今シーズンマルテの代わりに勝手に CP が上げてきよったんやけど、そのナバーロがめちゃくちゃ結果出しとるからな。これは誤算ですわ。予想外。うん、嬉しい誤算ですね。まさかナバーロが打ってくれるとは。ほーナバーロー、こいつはもしかしてナバーロマルテよりええんちゃいます？ナバーロ信者歓喜やんけ。誰かナバーロ信者が見とるかは知らんけどよ。めっちゃええぞ、ナバーロ。さあ、ここでまたまた得点圏の鬼、北条。もう8番でこの得点圏打率やからな。えぐいぞ。
もっと、今の北条はね、どんな球でも対応できる。素晴らしいミート力があるんで。クソボールってもうた。どんな球にも対応できるとは言ったが、うん、対応したや、まあ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 、でも初回3点やしな。これで負けたらほんまにもう、むちゃくちゃやわ。うん。いろいろ。ディスク叩き割る。あ、で、ディスクちゃおう。DL 版やからと、もうどうしようもないわ。うん。売ることもできんし。さあ、大山。やっぱ阪神の4番やからちょっとな、風格でできよったな、これ。山中球遅すぎ、ミドルスピードやけど、ごっつ遅いわ。てか、ミドルスピードはあれやな、遅いな。リアルスピードでええかもしれんわ。でも、ここは三振。あまりにも遅すぎて、タイミングが全然合わせられへん。さあ、コウスケ。ちょっとあの球振り気味。カーララーララーララこりゃりゃーララこりゃら。出ました、アニマル横丁のオープニングがまた久しぶりに。ほんまにあーララこりゃらやわ。ああ、これはあかんわ。ドア前コースに来てくれました。山中ね、やっぱ打ちやすいわ。うん。今んとこ、プロスピペナント初めていっちゃん打ちやすい P やね、こいつ。顔がイケメンな。イケメンやからな。あ、許さんぞ。イケメンはとりあえず叩き潰す。はい、原口が出て、今絶好調、ラッキーボーイ的な存在、ナバーロ。応援歌小さすぎて聞こえへん。でこれ以上ボリューム上げれんからな、プロスピの方では。録画ソフトの方で上げるしかない。これは惜しい、これは惜しい。でも対応力、どんな球にも適応していく。その北条が打席に入ります。見とけ俺の対応力注文はな。学習する。これをスロースライダー、初めて見た。対応力求められるのは対応力、適応力、対応力両方必要。しかしここはあかん。うわー、かわいい。キモかわいいね。ガルシャ。近本あかんな。なんやか近本冷えとんちゃうか、おい。大丈夫？糸井さんの顔がほんまにホラーなんですけど。似とるっちゃ似とるけどな。ホラーが入っててなんか嫌な感じですよ。いい感じにしてあげたいな、ホームラン打ってな。よしお頼む。よしおさんかー。で、セカンド回って、これはどう、あ、ちゃ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 、これ、あーあらら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 。さあ、エロガッパ、エロガッパ、いきます。ボール、オッケー。なる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 、今のミートは、バッチコイやったやんけ、おい。ファールチップ。スローカーブ、おっそ。うわあ。ボール？オッケー。遅すぎてタイミング取れんぞい。おら。取っていくんですよね。よし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 。
山中もうヒット11安打やで、えぐこいつ。でもまだ帰れんのか。おわうわ舐めとるな。舐めてー、舐めすぎやろヤクルトはん。絶好調なワーロに、これはもう解消やね。うん、雨降っとったんやな。なあみんななんかテカテカしとったんや。もうまだ帰んのか。ピッチャーおらんのやな、ヤクルトも。さあ得点圏11-5の北条。女子にめちゃくちゃ人気がある北条。その北条では結果は残せずか。ごめん北条。打率が4割5分5厘のな、得点圏の鬼で打てんっていう。ガルシアの装備品はこれできてませんね。デフォルトのままやわ。気色の悪いフォームや。チャンスだ振り抜けか飛ばせ、チャンスだ振り抜けか飛ばせ、アウト。惜しい。ガルシア、ええバッティングや。さあ、もう俺が操作することは、村上がここで出てきたが、アウトになって、いいですね。さあ、近本が冷えてますね。でも伊藤さんがしっかりつなぐ。近本がな、ルイデン勝ったら点入りあんぞ。リアルの方は、こっちは点入っとるけど。ボイ。うまい。ミートの合わせ方うまい。青木じゃ取れんやろ。えい、青木残念。岩田に謝罪せ。謝罪したんかな。岩田から謝罪したんかもしれん。その情報は俺の耳に入ってない。どうだったんだろう、あれ。まあ、ああいうんてな、一夜翌日になんか、謝罪するけどな、どっちもが。ごめんごめんって。藤波がそうだったよ。え、何しとんこれ。おい。まあ、7点差もあるからやる気ないんやろな。早よ帰りたいわ。ガルシアちょっとね、この男、やりよる。ソラーテなんていらんかったんや。マルテなんていらんかったんや。まあ、マルテの方がやっぱええんちゃうの。あれやな、てか、まあ、あれが俺が嫌いなコースやからしゃあないな。さあ、北条、2割8分1厘までちょっと打率落ちたな。全部俺が凡退しとるせいや。うん。さあ、北条のフォームめっちゃかっこええ。もうだ、北条で凡退すなよ、気違いが。なんでこんな打っとる選手で普通に凡退すんねん、ボケ。マジマジ吉やろ。ガルシア、そのまま行ってもらおう。あ、え、ちゃうちゃう、え、投手データじゃん。あー、もう行って、もうこれ引っ張る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 。もう今回はね、私ピッチャー引っ張っていきます。中継ぎが全く信用できひんから。まあ言うてね、先発もそんなに信用はできひんけどよ。あー、引っ張ったら引っ張ったで、これか。オッケー。糸原、近本冷えすぎ。どうした、近本。なんか思ってたんとちゃうな。真ん中高めや、そらもう、あー、惜しいな。いや、パーフェクトの割に大したことないな。やっぱこの投球予測点が表示されるっていうのはね、ぬるま湯ですね。ゆとりモードやわ。ただこれ、非表示にあんましたくないねん。これ非表示でできる人おんの？絶対俺無理やわ。これ以上な、難易度、上げてもうたらもう絶対たこ焼きなってまうんでね。まあでもゆとりモードには変わりないんですよね、このモードが。さあ糸井さんもバックホームに。でも肩がいい幽閉か。さあ誰が、岩崎と江越が出て、うわもういい、うまっ。つら。最近5試合15打数1安打。なんでその梅ちゃんを原口に書いて出したん。バントせえってこと。
で福留やだ。福留変えたらな、高山が出てきてまうんよな、守備で。打つわ、もうバントいらんわ。打とう。完璧。結果オーライ。完全にね、ゲッツーやったんやけどな、山田がなんか取れへんかった。さあ、今最も虎で頼りになる男です。一旦ちゃう、一旦ちゃう、一旦ちゃう。青木の守備範囲。え、何しとん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 、これ、何しとん、何しとん、やばい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 、え、相手もアホやな。ヤクルト倒せよ。またや、おい、こら、うまー。飲み行くんか、マジで。オッケー、なんとか。片木せえへんし、近本冷えてるし、北条全然あかんし、クソみたいな試合やったけどな。まあ、勝ってよかったわ。はあ、ほんま腹立つな。北条で打てんの、なんで打てんの北条で。これは腹立つな、ほんまに。なんでミートも D とかある北条で打てへんのや。まあでもナバーロで打てるっていうのが分かったんでね、しばらくこれマルテじゃなくてナバーロ、ほんまな、マルテじゃのうてナバーロをスタメン起用でいいんじゃないですかね。くっそうざい。はい、こんなもんかな。もうサムネ、ここヒロインのとこサムネはちょっとちゃうな。なんかプロスピアサムネが非常に難しいんですよね。パワープロは簡単なんやけど。快勝、なんとか勝てることができました。試合結果はもう18安打8得点ですからね。もっと点取らんとあかんわ。北条かえの外、ごめんな北条、ほんまにごめん。2打席連続閉殺だ。あで、近本もひどい。今回近本全く操作してへんのやけどな。岩崎が全然あかん。どうした岩崎。さあ順位が1個上がりましたね。はい、じゃあ次回ね、伝統の一戦から続きやっていきたいと思います。またね、バイバイ。